カワポンです。Gマーチのキャンパスと学部のまとめになります。なかなかややこしいですので、ぜひ、スクショをパチッと撮って、今後使用してください。明治大学の文系学部のみ、学年でキャンパスが分かれます。泉キャンパスの最寄り駅は、明大前となります。駿河台キャンパスの最寄り駅は、お茶の水か、神保町となります。明治大学を除けば、すべての大学は、学部ごとに、キャンパスが固定になります。学習院大学は、今のところ、すべての学部は、目白キャンパスになりますが、2026年から、新宿区の富山にある、学習院女子大学を統合します。新しい学部として、キャンパスは、そのままの統合になりますので、2026年から、キャンパスが2つになります。参考にしてください。ありがとうございました。